活性化因子一撃制限解除。私の番ね。少し状況を整理させてくれ。つまりここは西暦2017年、君たちも西暦2017年の人物で僕のことを知っていると。そうでなければおじい様なんて呼ばないわ。しかしそれが本当の話だとしたら、僕はどうやって500年以上も生きているのだろう。あなたは自身のために機械の擬態を作ったのです。マルウェアを使って人の体を盗むなんてこともしたのよ。とにかく私はあんたを信用しない。あんたが15世紀の人間だということを証明しない限りね。あんたの存在は異常よ。この周りにある他の時空を見てみなさい。あんたみたいに生きている人間なんていないわ。確かに君たちに警戒される理由を否定することはできないが、どうやら未来の僕は君たちに嫌われるようなことをたくさんしたようだ。嫌いなんて可愛いものじゃないわ、あんたはね。まあいい、あんたが本当に15世紀から来たもう一人のあいつなら今ぶん殴っても意味がないもの。パラレルワールドの未来に干渉する余裕はないわ。パラレルワールド、一理ある。少なくともタイムパラドックスは生じないな。ええ、哲学の基本常識とも言えるわね。待って、そんな話をしている場合じゃないわ。テレサ、デュランダル、こいつをどうすればいいと思う？500年前に戻すとか。でも博士が言ったように、おじい様本人の可能性もあるわね。私には彼がとぼけているようには見えません。もちろんハイペリオンに連れ戻し調査することについても反対しませんが、ただ私個人としては今の最優先事項はこの異常空間の調査だと思います。ええ、一理あるわね。けどやっぱりそういう可能性は排除しておいた方がいいと思う。もしこいつが次元爆弾みたいなものだったら。未来の僕は君にとって恐れるべき相手のようだね。ち、余計なお世話よ。あんたみたいな気色悪い顔をしたやつがどんなひどいことをしたか分かってる？その罪を数えてあげましょうか。テスラ博士、落ち着いてください。主教様はあなたたちに申し訳ないことをたくさんしてきました。それは承知しています。ですが今は過去の出来事よりも優先すべきことがあります。つまりこの混乱した時間自体のことだね。君たちにとって僕はよく知っていて全く知らない人で、わけもわからずに急に現れたと。しかし僕にとってもそれは一瞬の出来事だ。大きな戦いが終わって戦場が異様だと感じたら周りの人々が消えていたのだから。戦場？ああ、僕たちはついさっきここで天命本部の主力主教親衛隊を殲滅したんだ。
待って、ちょっと待って、あんた、夫アポカリプスがここで天命本部の主力を殲滅？あんた、その時間から来たの？その通りだが、つまり僕たちの歴史が極めて似ているということかな。確かに1491年にそういった戦争がありました。当時まだ天命主教ではなかったオットー様が革命軍を率い、ここで天命本部の主力を撃破したのです。当時のおじい様は天命主教の正統継承者だったけど、思わぬ出来事のせいでその姉と甥に権力を奪われた。その二人の恐怖政治は十数年もの間、民衆の支持を受けたおじい様が彼らを打ち倒すまで続いていたわ。率直な感想だけど、あいつのような人間がどうして民衆の支持を得られたのか想像できないわ。巧妙な騙しの手口でも使ったんじゃないの？確かに僕個人の実力というより、みんなは僕を信仰のシンボルにしたかったのだろうね。そう、みんなは僕がいたからではなく、聖女の神話があったから一致団結したんだ。聖女の神話？天命の聖女？それってカレン・カスラナのこと？当然さ、カレン以外はいやしないよ。僕の知っている世界には二人目の聖女は存在していない。カレン、彼女は僕のせいで死んでしまった。その罪に耐えきれなかった僕は、何の意味もなさない現実逃避ばかりしていた。あの頃の僕には彼女がいない世界と向き合うことはできなかったし、したくなかったんだ。僕はベネツィア人が墓地にしていた島に逃げ、そこで神父の名義を使い、特殊な孤児を引き取る修道院を開いた。これでも一応貴族の端くれだからね。落ちぶれた暮らしの中でも好きなようにすることができた。しかし天命の地下にいる民衆たちは、自分たちの暮らしに失望したとしても耐えるしかなかったんだ。その暮らしから逃げられない人が多いせいか、聖女は一つの信仰として民衆の中に広まっていったんだ。信仰ですか？ああ、カレンはこの世界で唯一の聖女で、カレンの死があらゆる罪を持った人々の罪をあがなっていると彼らはそう信じている。彼らは聖女に関するあらゆる人物や事件を崇拝し、それらを魂の拠り所として天命の恐怖統治に抗っていた。そしてあんたはそれをうまく利用したってわけ？彼らをあんたが主教の座につくための踏み台にしたっていうの？君、なぜそういう考えが生まれるんだい？は？あんたの顔を見て、どうせあんたならそうするって考えたからに決まってるでしょうが。あんたはその顔でムーンライトスローンの発明者と天命最強のバルキリーを死なせ、人類のために戦った第一律者を殺した。そしてあんたは第一律者の後継者の邪魔をし、第二律者を外に出し、数千万人の命を奪ったのよ。落ち着いて、テスラ博士。今あなたの目の前にいるこの人は、あなたが責めている人と直接的なつながりはないのよ。ち、そうね。あんたはあんた、あいつはあいつ、
あいつは恥知らずな非道だけど、あんたもそうなるとは限らないわね。悪かったわ。見た目で判断すべきじゃなかった。だけど、あんたにも知ってほしい。私たちが知っている、オットー・アポカリプスという男は、様々な言葉で表現できるけど、善人という言葉だけはありえないってことをね。いや、礼を言うよ。は？その言葉のおかげで、僕は自分のことにちゃんと目を向けることができた。感謝するよ、未来の博士。僕の心の奥には時間ですら埋められない空洞があるんだ。聖女の光を追いかけるほど、その空洞は僕の魂を深い闇に落とす。救いようがない猛毒みたいなものさ。僕という人間は人体実験に手を染め、自分を慕う仲間を殺した。確かに君たちの言ったように、果てしない闇に落ちるリスクもあるんだろう。僕にとって聖女のような博愛心に満ちた人になることは、苦行、戒律、自分自身を束縛する行為でしかない。僕はもしこの出会いを経験した後でもまだ元の世界に戻れるのなら、僕は天命主教の第一継承権を放棄する。この内戦で僕は新天命の組織を整理し変革を行った。たとえ僕がいなくても滞りなく自走するはずさ。というより、主教がいなくても成立する天命の方が聖女本人の理想に近いだろう。だから継承権は僕にとって僕の心の執念と向き合うためのシンボルに過ぎない。君たちのおかげで新たな視点でそれと向き合い、全く違う結論を出すことができたよ。異界のオットーさん、その自制の精神に感服しました。ただ今はまだ解決しなければならない課題があるので、座ってゆっくり話すことはできません。確かにレーダーによるとまた新たな敵が出現したわ。みんな戦闘準備を。私の番ね。リズム、バット、頭の上に気をつけなさい。審判の時は来た。シールド。テスラ博士、こちらのオットーさんに戦場の特殊空間異常はないか調べてもらえませんか？は？今あいつらを片付けたばかりなのにどうして急に？ああ、わかったわ。確かにその可能性はあるわね。やってみましょう。急に何の話？結果が出たらすぐに分かるわ。さあ、オットーはそこにいて動かないで。もしかしたらこの検査であんたを元の世界に戻せるかもしれないわ。視点はここで合ってるわよね。私の番ね。どう？パラメータは調整済みよ。はい、このメガネをかけてみて。これは人形の糸？この予想外の出来事も支配の律者と関係があるの？
その点に気づけば予想外の出来事なんかじゃないわ。道理で今まで律者コアを発見できなかったのね。ほら、他の時空の部外者に巻きついてるじゃない。現役の天命 S 級バルキリーさんも見てみる？これはあんたの不思議な発想のおかげで発見できた手がかりよ。はい、これは確かに報告書に書いてあった傀儡の糸と似ています。博士、もしその糸をたどれば、その先に。いや、それはそう簡単じゃないの。相手は私たちと違う次元にいる可能性が高いから。けど安心して、あの人形たちのおかげで今のネゲントロピーは誰よりもその手口を熟知してるわ。とにかく十分なデータがあればコアの座標を割り出すことができる。その後は空の律者の力を借りて奪えばいい。そうすれば異常空間を解決できるだけじゃなく、この迷子になったオットーも元の時代に戻ることができるわ。では今の僕がすべきことは。歩き回ってなさい。違う場所で傀儡の糸を観測する必要があるから。場所と場所の間が直線距離で300メートル以上離れてることが一番望ましいわ。その間私は観測データを使って計算の精度を上げ、ハイペリオンにいるキアナに準備作業を済ませるように連絡しておく。では私とテレサさんはその護衛を担当しましょう。共に行動すれば心配事も減りますから。ええ、その前に今の状況をハイペリオンにいるみんなにも共有したいわ。天命側として異議はないわよね。はい、とても理にかなっていると思います。あ、状況は把握した。それなら情報が全部一致する。はい、情報って何の？情報提供者本人に説明してもらおう。じゃじゃーん、サプライズ。テスラ先輩、私のことをまだ覚えてる？エリザベス・マクスミスよ。今は帝名の同僚たちに長ミスと呼ばれてるわ。ストップストップ、誰よあんた。はあ、やっぱりそうね。まあよく考えたら先輩は多忙だから面接に遅刻して落とされた研究女子のことを覚えてるはずがないのよね。待って、今のは別に文句じゃないわ。本当にあなたのファンなの、テスラ先輩。ツングースカ大爆発万歳。わかったわ。で、あんた一体何者なの？はい先輩、私のフルネームはエリザベス・長光マクスミス。だからあんたは何を担当してるのかって聞いてるの。私は天命星1504長光研究所の所長で、長光という呼び名はそこから来たものなの。なるほど、あんたは天命の技術スタッフなのね。それでボサ頭、アインシュタイン博士に提供した情報というのは？先ほど本部のスーパーコンピューターを使って今回の異常の全次元崩壊エネルギー分布を分析したのだけど、あ、後ほどデータをそちらにも送るわ。分析結果によると支配劇場のエネルギー特性は4つの仮の検査点において極めて似ていて、同じところから来てると考えられるの。
オットーさんの主張の信憑性を検証することができると思うわ。主張？何のこと？ビアンカ、いえ、デュランドルさんは教えなかったの？私たちが支配劇場を使って実験を行ったため、この一帯の異変は支配の律者のコアの残片によるものだと考えられるってね。それがオットーさんの主張だけど、知っていると思ってたわ。ああ、そうね。確かにデュランダルはそういう風に教えてくれたけど、あんたは今分析結果を使って検証するとか言ったわよね。あんたたち、オットーが何をもってそんな結論を出したか知らないの？それはテスラ先輩ならわかると思うけど、オットーさんの許可がない限り、私たちのような普通の職員は計画の詳細を知る権利がないのよ。だから疑問や不可解に思った時は自分で手がかりを検証して真相を探すしかないの。それならわかるわ。何しろ私もかなり前にあいつの下で働いていたからね。話を戻すけど、全崩壊エネルギー分布の他に何か発見はないの？ええ、もしテスラ先輩が関連データを十分に収集したいのなら、聖537教会堂、聖1491広場、それからカスラナ街の東側をおすすめするわ。さすが天命、聖がつく場所が多いわね。そういう伝統です。1491年の内戦の後、一部の建物や街区は人名や家族名から重要な年を記念する名前に変わりました。それにそんな名前よりシーストリートや五番街という地名の方が変わってると思わない？いいわよ、呼び方はあんたたちの自由だし、オットーアポカリプス通りよりずっとマシよ。聖537教会堂、聖1491広場、カスラナ街の東側、へえ、それぞれ北東、西、南東の方角なのね。まずは一番近い聖1491広場に行って、その後は東の聖537教会堂、最後は聖女川対岸のカスラナ街に行くといいわ。ええ、合理的なルートね。それらの場所でデータを収集した後、ハイペリオンに戻ってキアナと合流するわ。なんとかして律者コアがある空間に近づかないと。待ってくれ、テレサさん。その件に関してキアナが君たちに話があるらしい。学園長、私たちのことを守りたい気持ちは理解できるよ。でも今、天命の不朽なる刃と長光も私たちに協力してくれてるし、みんな支配の律者による混乱を早く終わらせたいんだよ。そういう状況の中、私は空の律者の力を持つ者としてもっといろんなことができると思う。だから探索チームに入らせて、学園長。そうすればみんなも任務中に臨機応変に対応できるし、私の力ももっと上手に使えるようになる。ブローニャはキアナの気持ちを理解できます。今回ブローニャはあまり力になれませんが、キアナはもともと計画の一部です。もしそれでも心配でしたら、私もキアナと一緒に行きます。ブローニャさんたちだけでも十分ハイペリオンを守れますから。私たちもできるだけアインシュタイン博士とブローニャお姉ちゃんを手伝います。うん、みんなの気持ちはわかるけど。テレサさん、
もしよかったらキアナさんを探索チームに加えてください。以前キアナさんとは天球使と北アフリカでお会いしたことがあります。彼女は2ヶ月前に支配のリッチャーを倒したと聞き、私は感服しました。できればキアナさんとはもっといい関係を築きたいと思っています。はあ、あの人が邪魔しに来なければ他はどうにでもできると思うけど。心配しているようなことは起きないと思うわ、テスラ先輩。だってドゥランダルさんがいるから。はい。あなたという人は他は器用にできているのに、口だけはバカ正直なのよね。ごめんね、ちょっと意地悪を言うけど、もしお父さんにあなたが守ってきた世界の泡を壊せって命令されたらどうするの？それは率直に言いますと、そんな命令に従うはずがありません。確かに私は彼の部下ですが、私の人生の価値や使命も彼の所有物というわけではありませんから。よくできました。ほら、この現実主義な正直者もあなたたちと大して変わらないわ。それに彼女がオットーさんに助けてほしかったこともつい最近別の形でケリをつけることができたし、今の彼女はより自由なバルキリーよ。言い過ぎです、長光さん。誰も自分の一方的な理由で他人の考え方を変えろというべきではありません。だからごめんってば。今度あなたが研究所に来た時、スイーツを多めに用意するから許してちょうだい。とにかくテレサさん、これからの探索では不朽なる刃は遠慮会釈もなく、あなたとネゲントロピー側に協力します。わかったわ。じゃあ作戦効率を上げるために、まずはキアナと合流して聖域1491広場でデータを集めましょう。それが終わったら残り2つの場所に移動する。問題がなければ各自作業を始めましょう。私の番ね。出てこなかったら私も遠慮しないわよ。目標はそっちね。私の番だね。私の番ね。ハイド&シーク。私の番ね。お久しぶりです、キアナ・カスラナさん。うん。あんたたちから逃げた時はこうして肩を並べて共に戦う日が来るなんて想像もしなかった。崩壊と戦うことで私たちの道が再び交わりましたね。そうそう、過去のいざこざは水に流しましょう。未来の天命は私たちのものだから。オットーさんも辞任する前に本当の道を見つけたことだし、彼の未来はおそらく私たちと交わることはないでしょうね。は？交わることはないってどういう意味？長光さん、あなたは一体？あ、先に言っておくけど、あくまで私の推測よ。理にかなった推測だと思うけどね。結論から話すわ。オットーさんはこの間の実験で過去に戻る方法を見つけたと私はそう信じてる。過去に戻る？それってタイムトラベルのことかしら？
ありえないわ。この地球が正常に回っていることを証明する物理学がある限り、タイムトラベルの存在なんてありえない。私たちが捕まえたこの変わったオットーだって、本当に500年前のオットー本人なわけがないでしょ。君の言い分も理解できるよ。ええ、テスラ先輩の言う通りね。 SF 小説のように時空をくるくるとねじったタイムトラベルは確かに存在しない。だけど存在論の観点から考えると、オットーさんはそういう意味で過去に戻ることができると思っているの。ちょっとあんた、何の言葉遊び？いいえ、テスラ先輩、存在論というものは真面目な哲学と論理学の派生よ。そうね、私が何を言っているのか説明するために、皆さんには時間の定義を少し思い出してほしいの。時間？時間は時間でしょって、この答えじゃ何も言っていないようなものかしら。いえ、時間は確かに定義が難しい概念よ。私たちがどういう視点で考えるかで決まるわ。本質から言うと、私たちは今という時点でしか考えることができない。だから私たち自身にとって時間は順番と因果関係を意味する。でも私たちがもし深く探求しようとして現在が何を意味するのかを考えると、悪いけど人類の論理ではそこまでしかたどり着けないわ。そうでもないわよ、テスラ先輩。先輩も知っているように、私たちの世界は存在の極限というわけではない。この世界の他に虚数の木と量子の海が私たちの運命に影響しているの。そうだけど、世界の他に時間になんの？待って、それって世界の外に観測者がいるってこと？それがまさに私たちの実験で得られた成果の一つよ。ダーニの神の鍵の起動実験から世界の泡を魚数の木に接続する試みまで、この世界の外では時間にも法則が存在する。絶対的な混沌や無秩序に対価することはない。もっと具体的に言うと、そこでは時間の反転は自由で、他の空間や次元と何の違いもないの。その基礎の上、時間はもっと基本的な法則に基づいていて、他の次元と同じく様々なエネルギーの制限を受ける。そして一部の特定の制限があるからこそ、部分空間での時間の方向が固定され、万物は無限から有限になる。それが私たちの世界、実数世界が存在する原因だと私たちはそう信じてる。すなわち、時間が正の向きに進むというのは唯一の法則ではなく、この世界の存在によって生まれた結果だってことよ。よくわからないんだけど、つまりあんたが言いたいのは、私たちの世界は安定しているからこそ時間の流れに干渉できる力が存在しないってこと？その通り。けど虚数の木だと状況は変わるわ。なぜならその存在が世界という範疇を超えてるから。そうね、ゲームデータを記録するサーバーと理解しても構わないわ。このサーバーは様々な機能によって多くのゲームの世界が生成されている。そしてあなたはその中のある世界のキャラクターに過ぎない。あなたがゲームの中でした行動は全てサーバーに記録され、確認することはできるけど、それを変更する権限がないの。あなたはそれに慣れてて、サーバーのデータは誰も変えられないと思い込んでしまった。けれどサーバー自体にとってはそうじゃない。
虚数の木という名のサーバーは任意のゲームの任意のセーブデータを使って新しい平行世界を生成できる。ネットゲームの運営がサーバーを統合したり新しいサーバーを開設できるようにね。それだとパラレルワールドの理論とそんなに変わらないじゃない。新しいあんたは今のあんたじゃない。こっちのオットーと同じようにね。確かに私たちは一般的な意味でパラレルワールドをそういう風に理解してるけど、テスラ先輩、それはすでに存在しているパラレルワールドのことよ。何が言いたいの？私が言いたいのは、パラレルワールドの起点という特殊な時空の位置には他者はまだ存在しない。現実は一つだけ。その唯一となる現実を体験する者にとって彼が選択した未来はそのままの未来になる。そういう状況はどの瞬間にも起きているのかもしれない。私たちの主観的な視点ではその変化を永遠に意識できないだけなのよ。ごめん、もう何を言ってるのか全然わからないや。ではゲームで例えましょう。例えばあなたは自由なキャラクター。そんなあなたの前に選択肢が現れた。自由なキャラクターとしてその中のどれを選択してもいい。でも外部の情報がない限り他のバージョンでも同じ選択肢があるかどうかわからないでしょ。そして今のあなたではないゲームの中であなたがどういう選択をするか、あなたは永遠にわからない。わかるのはあなたはあなた、今は今、選択は選択ということだけ。あなたの自由な意思は確かに不変だわ。むしろあなたというキャラクターにとってサーバーのバージョンなんて何の意味もない。あなたの視点から見てそのゲームは後戻りできないし、選択だって一回のみだから。つまりオットーは虚数の木にある機能を使って人生をやり直したいってこと？やり直すという言い方は不適切。むしろ意味が全然違うと思うけど、そうね、確かにその方が理解しやすいわ。何しろ皆さんにとって大事な事実は動機にある。つまりオットーさんは過去に戻るチャンスを絶対に見逃さないということよ。はあ、そういうことか。もし本当に500年の時間があれば僕の身にそういう変化があることもうなずける。変化って何のことよ？もし彼が500年以上という長い年月を生きたとすれば、彼の心の執念も僕の10倍、いや100倍にもなるだろう。先ほどの僕のように外部の情報によって自分の行為に疑問を感じるとはとても思えない。そうね、あいつより自分勝手なやつなんていない。あ、違った、あの5万年も生きてきたケビンもそうだったわね。けどあんたの言う通りね、あんな奴が他人の言葉で変わるなんて想像もできないわ。では彼が現状を変えるという選択をするように刺激を与えたのは彼自身の意思であるはずだ。僕は権力に執着する人間ではないと思う。僕が天命に対抗する革命軍に加入した直接的な原因は彼らが聖女の名を使ったからだ。身勝手は承知の上だが、僕は多分もうカレンという名前に失敗を経験させたくないのかもしれない。
あんた全部僕の本音さ。僕の動機は君たちにとってはおかしいし、何の価値もないかもしれないが、君たちも知っているように、カレンが死んだ時から僕の自我と呼べる部分も彼女と共に去っていったのだ。だから本音を、身勝手な願いを言うと、僕だってどの瞬間でも過去に戻って、カレンがまだ生きていた頃、僕にまだ自我があった頃に戻りたいと思っているよ。多分あの人も僕以上に思っているのだろうね。あんた自分の人生はないの？ご立派な未来の天命司教が500年もの間世界の運命に影響を与え続けた人物が歩く影、かわいそうな操り人形だってこと？随分と驚いているようだね。多分君が自由の意志がどれほど稀有で脆いものかを忘れてしまうほど開放的な環境にいたからだと思うよ。僕のような凡人は舞台の上で大げさに見栄を切っても出番が終われば消えてしまう。明日、また明日、また明日と、こうして時は僕の無機質な顔に跡を残し、そして今最後の一瞬に昨日という日にたどり着くまで。シェイクスピアの作品に詳しいんですね、異界のオットーさん。ああそうだね、カレンと僕は彼女と一度会ったことがあるんだ。私は12歳の頃に異界のシェイクスピアさんと出会いました。彼女は一人の船長として私にたくさんのことを教えてくれました。そのおかげで私は他人に影響されず周りを見ることができましたし、事実に基づきすべきことをするようになりました。彼女がいたから君の価値観が成立したんだね。はい、だから彼女の話をきっかけにみんなが着実に行動できればと思っています。皆さん、行方不明になったリツシアコアがきっかけとなり、私たちは協力することになりました。改めて言う必要もありませんが、この協力関係が誰かさんのせいで崩れてしまうのではないかと、ここにいる誰もが心配していると思います。しかし私が言いたいのは、あの人が予想外のことばかりするからこそ、私たちはより一致団結して彼が介入する前に問題を解決すべきだと思います。そうね、ディランダルが言ったように、私たちの協力の基本的な目的は崩壊による影響をなくすこと。だから何もせずに空論に熱中するのはやめましょう。決まった行動計画をもう一度共有するわ。1つ目、支配の律者の意図が存在すると思われる複数の空間を調べ、異空間にある律者コアの位置を割り出す。2つ目、具体的な探知を担当するのはテスラ博士、ディランダル、キアナ、異界のオットーさん、そして私本人。3つ目、実際の距離を参考にまずは聖1491広場で1回目の探知を行い、律者コアに関するデータを収集する。みんな時間は待ってくれないわ、急ぎましょう。はい、私の番ね。
敵の気配が近づいてきたわ。出てこなかったら私も遠慮しないわよ。目標はそっちね。承知した。ついてきて。自分の身は自分で守りなさい。目標ロックオン。ここが聖1491広場と呼ばれているのはやっぱり僕たちが旧天命を打ち倒したことを記念しているのかい？なんだか不思議な感覚だね。ええ、その通りよ。それはオットー・ベラが名付けたもの。あ、今のあなたにとって彼女はベラだったわね。そうだったのかい。そういえば僕はなぜか君たちの世界に来てしまったが、元の世界にいるベラは無事という認識で問題ないだろうか。おそらくね。どうせ私たちが立石庵の問題を解決するまであんたも戻れないだろうし、こうなってしまった以上余計な心配をしても仕方がないわ。そうだ、あんたたちも突っ立ってないで歩き回ってなさい。そうすればデータの精度もより上がるはずよ。敵が出現したとしても反則的に強いやつが3人もいれば健康な実験サンプルを守るぐらい楽勝よね。博士もそう言ってることだし、歩きながら話しましょう。安心してくれ、僕は足手まといになるつもりはない。君たちの指示通りに動くよ。そうだといいけど。博士みたいにあんたに厳しいことを言うつもりはないけど、あんたに優しくする義務もないって分かってるはずだよね。ああ、覚えておくよ。ラジャスリルだ。キアナさんは知っていますか？この辺りのある古い建物はフカさんが以前暮らしていた場所だそうです。委員長のお家？ええ、主教様が以前そう話していました。今後機会がありましたらフカさんをここに連れてきてみるといいかもしれません。館長、行きましょう。任務地点はここで。よし、これでこの辺りで収集したデータも信憑性が上がるわね。目的地はあと2つ。このペースで前に進みましょう。すみません、通信を確認します。リュランダルです。はい、テレサさんとキアナさんはこちらにいます。通信を共有しますので少々お待ちください。何があったの？琥珀さんからです。こちらに連絡するようにと主教様が彼女にそう命じたようです。
あら、いつものおじい様のやり方にしては随分と遠回りしているわね。ごきげんよう、テレサ様、ディランダル様、それからハイペリオンの皆さん。天命司教の秘書、琥珀です。司教様とリタ様が聖537教会堂で支配のリツチャコアの場所を発見しました。その情報を皆さんに共有するようにと司教様から指示をいただいております。何ですって？リタ、ヨルムンガンドの方で任務を執行しているのでは？それに司教様は辞任の手続きをしていると言っていましたが、嘘だったんですか？司教様はリタ様と聖537教会堂で支配のリツシャコアの場所を発見したとしかおっしゃっていません。司教様がどうリツシャコアの場所を割り出し、リタ様がどうしてその場にいるかについては理由を聞ける立場ではないのでお許しください。何よ、またあの死に損ないに騙されたってこと？いいえ、皆様が聖537教会堂にいらっしゃいましたら、リツシャコアがハイペリオン側に渡るように協力すると司教様はおっしゃいました。皆様？琥珀、それって一体誰のことなの？はい、テレサ様、デュランダル様、キアナさん、それから皆様が発見したもう一人のオットー様です。僕？はい、完全な支配の律者のコアを手に入れるためにはあなたの存在も必要不可欠だと司教様はそう考えています。くそ、情報が漏れた。人が多いし仕方ないのかもしれないけど、テレサどう思う？聖537教会堂はもともと私たちの目標だけど、オットーのやつが何を企んでいるかわからないわ。けど今の問題を解決するため私たちは行かなければ。こう考えましょう。おじい様とリタはリツシャコアの場所が分かったと言っているから、こちら側が全員で向かう必要はないわ。琥珀、おじい様に伝言をお願い。私が聖537教会堂に向かって支援するってね。リツシャコアの場所を割り出す方法があるなら別にキアナは行かなくてもいいでしょ。深淵のリツシャは欠席してもいいとのことです。しかしその場合もう一人のオットーの助けが絶対に必要だと司教様はそうおっしゃっています。問題ないさ。僕は君たちが知っている司教の代わりに何かを償うことはできないけど、僕にできることがあれば他人に押し付けるつもりはないよ。ありがとう。私のおじい様と違ってあなたは本当に責任感のある優しい人ね。琥珀さん、司教様はそれで大丈夫ですか？もちろん私もテレサさんと共に向かいます。大丈夫とのことです。他の要素はあの方にとって決定的なものではないようです。わかったわ。でもそれなら安全面を考えて二人にはハイペリオンに戻って待機してもらうしかないわね。特にキアナ、あなたよ。もうあなたをあの人の前に差し出したくないわ。わ
るよ、学園長。後方にいてみんなを守るから。ありがとう。じゃあディランダル、それからオットーさん、行きましょう。目標はそっちね。行きましょう。ハイド&シーク、目標はそっちね。目標はそっちね。出てこなかったら私も遠慮しないわよ。行きましょう。目標はそっちね。行きましょう。目標はそっちね。行きましょう。ハイド&シー、承知した。目標エリアに移動する。ラジャー、大丈夫？まだ必要ない。目標エリア捜索開始。シールだ。カレンの彫像ね。ちょっとボロボロに見えるかもしれないけど、そういうものは本来の姿のままがいいとおじいさまはそう言ってたわ。公主台の代わりに彫像を建てたのか。人々が記念しても聖女本人は生き返ることがないんだが。公主台？ここは当時カレン・カスラナの死刑が行われた場所のようです。ああ、みんなに裏切られた聖女は自分の死をもって愚かで無知な民を導こうとした。死刑が行われる前日の夜、僕は彼女に会ったんだ。彼女はバカではない。ただ一人の人間が本当の意味でこの世界を変えようとした時、自分の力の小ささに気づくものだ。二度捕まった後、彼女は絶望したのだ。
彼女は脱獄を拒み、死ぬことだけを求めた。死刑になるようにわざと裁判の席で激しい言葉を使うこともあった。もしかしたら彼女にとってそれがこの不公平で不合理な世界に対する最後の抗いだったのかもしれない。そうかもしれないね。しかし聖女が聖女であるのは、彼女が示していた精神力が彼女自身が想像していたものよりずっと強いからだ。おじい様。ああテレサ、ご苦労だったね。僕に話したいことがたくさんあるだろう。だが今は先にするべき大事なことがある。僕はすでに 99.9% の支配の律者のコアを手に入れた。残りの 0.1% パズルの最後のピースももうすぐここに現れる。さあみんな、この教会堂遺跡の内部でその記念すべき瞬間を迎えようじゃないか。皆様どうぞお入りください。私は教会堂の外に残り警備を担当します。新しい任務地はまだわからないの？目標ロックオン。私の番ね。これは999個の分散した律者コアだ。第二の神の鍵の空間操作技術を使ってその集合体を今の姿のように分解したんだ。目的はもちろん最後のピースの位置を割り出すためさ。ネゲントロピーのテスラ博士はそのテストデータを使えばすぐに律者コアの位置を割り出せると言いました。彼女ならできるだろうね。ただこのオットー・アポカリプスには手間を省く方法がある。それに彼女の手を汚す必要もないんだ。そろそろ時間だリタ、実験道具を回収しよう。落ち着いてください、デュランダル様。彼は大主教様のもう一つの玉鋼の体にすぎません。その通りだ。これが僕の言った手間を省く方法さ。ごらん、最後のピースを君たちの代わりに手に入れたぞ。話せば長くなるよ。だからその前に手をきれいにしても構わないかい？事件の経緯を整理しよう。数ヶ月前、実験体 K423
キアナ・カスラナと称された人物が支配の律者を倒し仲間を救った。支配の律者は消滅したが、その律者コアは行方不明となった。幸い僕は第二の神の鍵の力を使って支配劇場の跡地に入ることに成功し、そこで鍵となる手がかりを見つけた。支配の律者のコアの一部は虚数空間に隠れ、新たな憑依対象を探しながらチャンスを伺っていた。その特殊な構造によってね。みんなも知っている通り、支配の律者が最も興味を持っているのは絶望を抱いている、世界が失敗に終わってもいいと思っている人間だ。そして僕の完全回収計画はそこから展開した。理解できません。それが先ほどリタに殺されたあのオットーさんと何の関係があるというんですか。まあ落ち着いてくれデュランダル。僕の境遇を考えてみよう。君と共に支配劇場の遺跡に入った時、僕はすでに999個の分散した支配の律者コアを手にしていた。しかしよりによって最後の1個は終始次元の隙間の奥で徘徊し、定めることができずにいた。だから僕は最後のコアに向けて餌を投げることにしたんだ。絶対に拒めない宿主をね。そう、それは僕自身、オットー・アポカリプス本人だ。どうして？すでにあのオットーが君たちに教えてくれただろう。彼の聖女は彼のせいで死んだ。その後の彼は生きる屍でしかない。今の僕はもう弱くないかもしれないが、500年前のあのオットー・アポカリプス、彼以上に心が闇に飲まれている人間はいないと僕は知っている。だからそれを前提にして逃れた支配の律者のコアに唯一無二の舞台を、絶妙な罠を仕掛けようと決めたのさ。まず第二の神の鍵を使い、虚数の木にある特定時空の観測結果を僕の支配下にある支配劇場に投影する。その後すでに入手済みの999個のコアを使い、支配劇場に転写された情報を現実の環境に移す。こうして僕は時空の混乱を発生させずに、別の時間の情報をこちら側に持ってくることができた。あとは500年前の本当のオットー・アポカリプスを用意すれば、支配の律者の好みをもとにして作られた罠も準備万端だ。それって私たちが目にした過去は本当の情報のかけらだったということ？単なるレプリカってことかしら？その通りさ。敵をおびき出すための罠の副産物に過ぎない。情報の他に別のものが入ってくるはずがないよ。君たちが見たもの、収集したものは全部僕たちの世界で新たに生成されたものさ。僕は不正をして世界中のエネルギーを消費しても達成できない結果をシミュレートしたと考えても構わない。そして結果的に僕は支配の律者のコアを騙すことに成功したのだ。では
倒れているあの玉鋼生命体は、彼はシミュレーションプログラムに過ぎない。もちろんシミュレートする対象は本物の完全な時空を超えた歴史情報から来ている。だからこそあの個体は自分が1491年から来たオットー・アポカリプスだと信じて疑わなかったのさ。革命軍を率いて旧天命を倒し、自分のしたこと全てが聖女のためだと強く信じていた。だからその心の奥にある闇をありのまま保つことができた。本当の歴史をおさらいした方がいいかい？革命によって新天命を手にしたリーダーは、誰にも打ち明けられない心の傷を補うために500年もの長い間あらゆる同志を裏切ってきた。最後彼はネゲントロピーにとって悪の手本のような存在になった。腹心として育てた部下も秩序を守るために彼の命令に従っているだけに過ぎない。君たちが出会ったもう一人の彼こそがその長くて暗い旅の起点だったのさ。まるで魔女に出会ったマクベスのように、自分の迷いを理由に人々の運命を勝手に決めた。その結果は君たちも見ただろう。逃れた最後のリツシャコアは何の迷いもなく彼に寄生した。その手口の巧妙さはネゲントロピーの天才科学者たちの目すら騙せるほどだった。ですが結果的にあなたはそういう意識を人為的に作って、自分の目的のためにそれを自分の手で殺しました。そうだね。そういうことは初めてではないだろう。例えば500年前の僕はある人の命を助けたのに、500年後の僕は彼女に銃を向ける。それこそがこのオットー・アポカリプスのすることだ。そして僕は律者の力を研究するためにネゲントロピーから第二律者を奪った。ベルトが人類を代表し彼女を倒そうとした寸前のことだった。その後僕は彼女を殺しまた生き返らせた。その力を求めハイペリオンにいる全員を苦しめた。それも夫アポカリプスがしたことだ。デュランダル、その因果関係を君も多少は知っているはずだろう。今さら数時間しか存在しなかった機械の意識を気にするのかい？おや、先ほどの僕の言葉が君を怒らせたのかい？なら謝ろう。なぜなら僕から見て周りへの影響を恐れて敵を倒せないこと自体恥ずべきことではないからね。君がもう子供ではないことは分かってるよ、ビアンカ。ここ数年間君は使命を守り、この世界の闇、僕の必要悪に耐えることを選んだ。それは恥ずかしいことではないと言えるだろう。この件において君は実年齢以上の円熟さと強さを見せた。だから僕は何の迷いもなく胸を張って言える。君は、デュランダルは、僕の500年の時の中でも最高の生徒だ。あなたって人は、まあまあ子供たち素直になろうじゃないか。テレサも殺人犯を見るような目で僕を見ないでくれ。
君のおじい様は別に鬼じゃないし、わけもなく人を殺したりしないよ。過去の僕は確かにやむを得ず君や君の部下にひどいことをした。だけどテレサよ、気づいていないのかい？そういう嫌なことは全部過ぎたことだろう。僕は本気で辞任するつもりだ。天命から離れることも嘘ではない。500年間もの間長い旅をして、僕はやっと最後に帰る場所を見つけたんだ。それは金を使っても手に入らない無下の宝。僕の全てを差し出してもいいほどのものだ。一体何を見つけたの？時間を。まだ死んでいない神聖なる魂を見つけたのさ。君も知っているだろ？死ぬのが遅すぎた人も死ぬのが早すぎた人もいると。彼女は自分の死を見つけたと思っていたが、それが正しいタイミングではないと誰もが知っている。逆にもし僕が僕の死を決められるのなら、僕は自分の死で本当の死を願うこと、死んでもいいと思うことは命にとってどれほど壮麗な休止符であるのかを彼女に証明する。そうしたら彼女はその停滞した未来にどんな光を作り出せただろうと気づくはずさ。さあ、僕たちの関係が今後も続くようにこの贈り物を受け取っておくれ、親愛なるテレサよ。その力を使ってみるといい、テレサ。きっと素敵な武器になるだろう。ご親切にどうも。ネゲントロピーの科学者たちに研究してもらうわ。ああ、その点は心配していないよ。彼女たちはいい研究をしている。きっと知識の面で君の力になれると思う。僕に怒る必要はない、テレサ。継承儀式が予定通りに行われ、君が完全な権力を持つ天命大主教になることを保証しよう。そして僕については、僕はすぐに最後の旅に出て世界の向こう側にあの唯一の存在、誰もが知っている英雄を探しに行く。カレン・カスラナ、僕が全てを差し出してもいいと思った唯一の人だ。待って、ゲームが終わったらまたゆっくり風景を楽しみましょう。出てこなかったら私も遠慮しないわよ。テレサ様、おじい様はどこに行ったの？申し訳ありません、テレサ様。内緒にしてほしいと司教様に頼まれました。テレサ様は支配の律者のコアを手に入れたのでしょう。ハイペリオンに持って帰るのはいかがでしょうか？
もともとそのつもりだから言われるまでもないわ。デュランダル、私と一緒に来る。しかし今は。もちろん私たちもハイペリオンまでお供しますよ、テレサ様。え？あら、リタも一緒に来るの？もちろんです。そうですね、オットー様のために尽力した時代はすでに終了したと、そう考えていただければと思います。今見えている未来においてあなたのために尽力させていただきます、テレサ様。それもオットー様の許可をいただいております。しかしリタ、何も言わずにヨルムンガンドの方から戻ってきて、そんなことを。あ、申し訳ございません、デュランダル様。秘密保持のためデュランダル様にご報告することはできませんでした。大主教様からいろいろと想定外のことを教えていただきました。歩きながら話しましょうか。わかった。私の番ね。目標はそっちね。敵の気配が近づいてきたわ。行きましょう。ハイドアンドシーク。テレサ様、デュランダル様、先ほどは驚かせてしまって申し訳ございません。リタも命令に従っていただけでしょ。わかってるわ。あなたは昨日情報共有の任務でヨルムンガンド本部に向かったんですよね。まさか主教様は途中であなたを呼び戻したんですか？その通りです。そういう任務は同行していた事務員に任せればいいと大主教様にそう言われました。少し違和感があります。自分の玉鋼の体を壊すだけでしたらそこまでする必要はないかと。おじい様は一体何を企んでいるのかしら。テレサ様、デュランダル様、大主教様は先ほど旅のお話をされましたね。ええ、カレン・カスラナを探すと言っていました。私が呼び戻された際に大主教様はそのお話をしていました。空の律者と第二の神の鍵に対する長期的な研究に少し前の世界の泡での実験を加え、彼はすでに唯一死んだものを生き返らせる方法を見つけたと。その件なら長光が教えてくれたわ。おじい様が辞任したのは過去に戻って聖女カレンと再会するためだって。長光様は大主教様の様々な計画の執行者です。彼女がそう推測したのも当然でしょう。ただ辻褄が合わないところがあるんですか？はい、とても。もし大主教様が一人で時間を逆転するという偉業を成し遂げられるのでしたら、今彼がしていることはあまりにも大げさではないかと思います。
辞任を発表することも、立社コアの回収場所として旧本部を指定したことも、もう一人の彼を殺せと私に命令したことも。今までの大司教様の計画と比べると必要以上に目立っていて違和感を覚えます。それに私に殺せと命令した時、こうおっしゃっていました。テレサが立社コアを回収した後、僕が話したことを全部彼女に教えるといい。だから余計違和感を覚えたのですね。はい、普段の大司教様らしくありません。もし立社コアの回収と彼の旅が何の関係もないことでしたら、彼にとって比較的重要ではないことに必要以上の精神と表現欲求を出したことになります。確かにそうね。おじい様はいつも大げさに物事を進めるけど、肝心な時はコストや効率を重んじるタイプよ。つまりリタ、それは立社コア回収の件と主教様の旅に何か密接な関係があるということですか？そういうふうに動かなければならないほど。そういった合理的な疑いを持った方が一番穏当だと私は思っております。何せ大主教様の旅は何を代価にしているか誰も知りませんから、もしカレン・カスラナを探すことが彼の人生を動かす確信の力でしたら、今まで彼が計画してきたことも考えないといけません。例えば空の律者、第二の神の鍵、2012年にデュランダル様と私がした探索も含めて。立社コアの研究をしている時、その面にも気をつけるようにネゲントロピーの博士たちに伝えておくわ。けど今一番大事なのはやっぱり支配の立社のコアの処置よ。そして可能ならそれをうまく利用したいわ。確か立社コアを持つフカさん、キアナさん、それからブローニャさん、彼女たちは支配の立社の影響を受けましたね。ええ、いろいろあったけどようやくその立社コアを手に入れた。今こそそれらの一連の事件を終わらせる時よ。
オットー・アポカリプスは天明の大聖堂のホールに一人で立っている。